さあ今回はついにね、このアーミーメンな、おもちゃの兵士を使って拠点を作り、まあ虫だったり、まあ他のおもちゃからこう守っていく。タワーデフェンスチックなね、ストラテジーゲーム、アタックオントイズ。新版がついに出まして、こんな感じでね。一応定価720円らしいんですけど、なんか最初ね、6900ドルみたいな表記だったんですけど、多分6ドル、6.9 ドルの間違いだったんでね。70万円ではなかったみたいです。で、ワークショップにこう対応してるんでね、こんな感じで、まあ、追加マップだね、いわゆる。まあ、これがこう今出てます。まあ、このゲームにはね、マップエディター的なものがあるんで、どんどんね、こういった追加マップが増えていくと思うんですけど、まあ、今回この中からちょっと遊んでみようかなと。まあ、様々なね、モードがあるんですけど、インベージョンでなんかやってみようかな。こちらですね。いっぱいありますね。前やってたオープンベータか。だと2つくらいしかなかったんで、多いのはいいですよね。これ気になるな。アティックキャッスルかな？まあ、白っぽいおもちゃの拠点と。これ夢ありますね。これやろう、これ。さっき言いました。ちなみにこのテラーっていうのは、まあ、虫が攻めてくるモードだね。めっちゃ硬いんでね。結構、守備力がいりますけど。すごいな。まずじゃあ探索してみるか。ちょっと音量上げましょう。さあ、とりあえず音量上げてみました。まあ、銃声がうるさければ下げるんですけど、そんなにないんでね。なかなか音量小さいかなと。で、これ、こうやって登って感じで、まあ、ここに拠点があって、まあ、敵ね、虫どもはここから登ってこないといけないと。まあ、一回行きますか、じゃあ。レディーの前に。さて、まあ、置けるんですけど、結構ね、いろいろ増えたみたいで、これ、4番ね。これ、ダミーソルジャーってのがいるみたいで、多分これ敵狙うんでしょうね。まあ、虫にね、虫もなんか温度とかで、これ攻撃するのかな。買って置いとけば、こう狙わせられるんでしょう。ちょっとこれも見てみたいね。ど真ん中、前線とかに置いてみて、どうなるかっていうとこね。お！何これ？ M70。モーターサイクルね。まあ、バイク。バイク部隊。ちょっと乗ろ乗ろ乗ろ、これ。まだ金あるね。発電機っていくらだっけ？ 8000 か。じゃあ、いいや。これ乗ってスタートします。おー。行くぞ行くぞ。おっとっとっと。あ、で、この辺もそっか、城なんだね。待って、めちゃくちゃ守りやすくない？すごい、いい感じだね。拠点としては。あれ、まあ、そっか。あ、結構曲がりますね。もうそれ勝手に撃つもんね。お、行ってみるか。まあ、一応ゾンビとか、そういえばその辺の敵もいるね。あと、なんか遠距離攻撃してくる虫とかね。そういうのいるんですけど。まずい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 。危ねえ。こんなのが結構硬いね。まれ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 。よし。おりおりよ。ここの上とかさ、登れないのかな。なんか言えそうだよね。硬い硬い硬い。ねえ、このお金だね、これ。この丸いやつね、これお金なんで、これ集める専用のね、人がいると。お掃除おじさんね、ちょ、行ってきてもらいます。まあ、あれ、時間で消えちゃうんでね。あ、これ取りたいの？これ私のだね。取る気もないですね。あ、で、4万ありますね、今ね。4万もあるよと。あ、いるじゃん、お掃除おじさん。ああいう墓場とか、あそこはね、湧き出てるやつね、あれね。地下と繋がってるやつ。
あっこから敵出てくると思うんで、この第一関門ちょっと鍛えたいですね。もっと強化して。あそこ盤石だと思うんで、ちょっとここを強くするんですが、ちょっと拠点に、発電機を置くとね、自動的にプラスチック生み出すんで、この5番のものね。これがあれば、我々は無敵になれると。とりあえずこの辺置けないかな。狭いか。とりあえずあそこにしか置けなかったんで、もう拠点の目の前に ちょっと置きましたね。拠点も隠れちゃってますけど、まあまあ大丈夫かなと。よし。さあ戻ってちょっと構築しよう。あと3秒しかないんでね。敵来てから置く羽目になりますけど。まあ、これとかでいいんじゃないかな。どう？ 2 番がこれ大砲なんでね、この隙間から撃てたらなと。来た来た来たぞ。撃て撃て撃て。あー、でも横から。あそこあるもんな。そっかそっか。だ、こいつが撃たないと。あー、壊されましたね。真下にね、敵のスポーンがあるから、それが問題だね。暴い形。まだ生きてたんだ、あいつら。ちなみに他に乗り物ないかな？結構新コンテンツあるらしいんですけど。9番と8番って違う？これ。何これ？どういう？ハーフトラックとカーゴトラック？ 輸送のレベルの違いかな？乗り物が主に増えたんですね。陛下とかそんな変わらないかな？ロボとかも出せない。ちょっとロボも出したいですね。あ、こんなところに。すごい、至近距離で戦ってらっしゃったんですね。とりあえず2番かな。これ置きまくろう。でもこっち向きね。あ、ここにあればいいのか。あ、めっちゃ来ますね。ちょっと移動しづらいと思うけど、この段差も置きましょう。やばい、めっちゃ来てる。ああ、来るぞ。撃て撃て撃て。ここまでか。ここまでか。ノックバックも何もないから。よいしょ。誰だ。撃て撃て撃て、あいつら撃て。これは使い勝手そうですけどね。下が撃てるんでいいんですが。下からすぐちょっとかけてきちゃうね、敵が。よしよしよし。今終わったりにめっちゃ撃ってましたけどね。よしよしよし。ちょっとね、下の問題点を見てみようか。こっからすぐ上がってきちゃうと。多分ここだね、スポーンは。あー、で、ここ通ってきてるっぽいね、これ。ほら、なんか、弾がめちゃくちゃ置いてありますね。え？ここから湧いてくんのかな？どうなんだろう。ちょっとここら辺に置きますか、じゃあ。下を安璧、ね、安全にすればね。上から撃てるわけですから。よし、ちょっとここに置きまくって、やつらをギャフンと寄せよう。で、これね、建物を置いたときに、7番のね、この回復。これをステイでね、置けば、守ってくれると。私がね、食らってました、その前に。で、ちょい強化しまして。で、壁などもあるんでね、こういった壁。あと、まあ、これか、敵遅くするやつね。これ置くか。ここら辺に。登りづらく。そして越えづらく。まあ反対側もありますけども、
とりあえずこれでやってみようかな。で、まあ、多分上にまた登ると思うんで、ここも使えるね、それで言うと。だいぶ置き放題ですね、これね。この上とか置けないかな。この上。あ、置けそう、置けそう。頑張れ、頑張れ。このままなんかうまくさ、マウス奥に。そうそう。お、来た来た来た。下から置いてきてますけど。今、お、受けるんじゃないそれ。よ、よし、始めよう。おー、これはもう狙えないですよね、こんなんね。めちゃくちゃ強くないですか、これは。湧いてきてますね。これを狙っていこうじゃないのと。撃ってる撃ってる撃ってる、いいよ。ここもだいぶ攻撃してますね。あー、でもそっか、その横の脇もあるのね。改善しますか、じゃあね。あ、敵動きとろいんで、さらにとろくすれば。おお。さあ、この雲が強いんだよね。遠距離攻撃で。いるんですけど。まあ余裕そうだね。ちょっとここの上とかどう？なんか戦ってるかな？戦ってる感じはしないか。あ、でもさ、ここめちゃくちゃあいつらを一方的に撃てるよね。バカめ。見つけちゃったね。バカどもを葬る場所です。なんか、返しがついてるんですけど。なんとかなんか置けないこの辺に。あ、今のでいいね、今ので。よし。お、やばいやばいやばい。変なことでした。うわ、危な。うわ、こいつは下に隠れてやがるね。あー、それ届かないのか。あ、今上から撃てた。あ、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。車が。車があんなとこ行ってるぞ。いいね、いいね、いいね。置き方がね、すごいですけど。ユニット出しちゃうか、こっからね。あの、テントっていうのがあって、そこからユニットが出てくるんですけど、もうここはもう拠点ですね、完全にね。まあ、この小さいテントからこうね、ウォーテント。これも一式出てくるんで、もうこっからユニットがワンサが出てくると、もう敵は恐怖ですよ。あ、あんな上の方、あれか。めっちゃ上の方にあるね、これ、ルートが。はぁ、なるほどね。もう始めちゃう、始めちゃう。止まんねえぞと。踊ってる場合じゃねえぞ、いけいけいけ。君はいいね。君はいいね。もう始まってますけどね、すでに。ちょっと多分遠距離はいるはずなんで、こういったね、回復はいた方がいいだろう。ここまでやればさ、あのね、最初にやった、城壁、ここね、使えるんじゃないかなと。まあ、おとり的に置いてもいいしね。強化しておきます。あ、できてないね。いいよいいよ。めちゃくちゃかっこいい。あ、まあ工場が邪魔ですけどね。てか味方から回復してるってことは何か食らってますよね。大丈夫かな。あ、あの拠点落ちてる。あれ、ちょっと待ってよ、行ってくるか。有識問題ですね。やっぱこの左の脇道からじゃ来てる感じか。いや。あ、上打ってるね。ここは大丈夫なんだね。やっぱ回復いなかったのが効いてきたかな。ちょ、回復込みで復活させよう。何にやられたんだろうね。押し寄せられたか、ここまで。でもさ、これこれ壊しようないと思うんけど。一通り強化もしたんで大丈夫かなと。さあ、拠点がすごいちょっとやってるんで、
攻撃されてます。しかも HQ アンダーアタック。裏側か、あの本がいっぱい積んであるとこね。本とかゲームか。ホーム神、まあよくわかりませんけど、ちょっとここにじゃあ専属回復部隊を置いて、これ拠点直しますからね。よし、ちょっとここでとどまってみようかな。あれ、あそこから、あ、うん、あそこら辺撃ってますよね。はあ、なるほど。これじゃあステイヘリかな。ステイヘリで行ってみよう。ステイヘリで、ちょっとここでね、ヘリの神髄をちょっと見せようかなと思います。どっかないかな。まあ、このゲームはね、こう命令できるストラテジー要素もありますから。ここね、ここ。出せんか。安全、まあでもそ、まあちょっと新しく出すか。ここに置いて、スナイパーというね、長距離の、もう狙撃手がいるわけですね。彼らに命令をすると、ここで M を押すとマップが開けて、M を押して N を押すとね、命令ができると。MN からの、こいつを下ろします。はい、注意、どこで見てる。で、彼らをこう、ヘリに乗せようとすると、これね、今乗ってるマーク出てます。するとヘリが降りてくれて、降りてくれ、ないですね。ちょっと違う場所にするか。こっち来て、こっち。これ乗せてるのはこうついてってるんで分かると思うんですけど、これね、分かりました。じゃあ、私がこれ E を押すと降りてくるんですね。で、乗ります。で、私乗りませんね。乗りませんが、いずれ上がります。で、これ今、白い、これ敵。あ、めっちゃ来てますね。あ、これは HQ 危ないわ。まあ、ですが、新たなね、戦略級ヘリ。スナイピングヘリ。こちらがおります。圧倒的この射撃力で行ってもらうと。こんな感じね。これが敵を射抜いていくと。こういう感じにね、まあ、なんでもいい、ロケランでもいいですし、例えばヘリにね、回復を置いて、上から回復をしてね、絶対に回復を届けるみたいな、そういったヘリも作れたりする。まあ、戦略的なものができると。で、めっちゃ、大丈夫それ。なんか今すごい撃ってたけど。HQ がやばいです、これ、さすがに。回復を増やせ、回復を。食らった以上回復しろ。オッケーオッケー。で、これ壁を切るんですね、こうやって。まあ、これがあった方がいいかなと。まあ、真裏からめっちゃ撃たれてるんで、もうどうしようもないもんね、それはね。あれ辛いな。どうしようね。多分食らうしね。どうしても食らうと思うし。あれって、ああ、いるね、いるね。3匹、ああ、いる、ラスト3体。ラスト3体 ?2 体 ?1 体。数がないですけど。どれがラストなのか。OK。次行こう。お、なにこれ。ヘルメット。さあ、武器とかもちょっと変えるんで、買いたいですけど、ちょっと、まだ裏に懸念点がありますね。これ5番行きます。これ、モルタルですね。これは、まあ、波形橋なんで、こう、垂直じゃなくてね、垂直というか、まあ、こう、まっすぐじゃなくて、上に一旦弾が飛んで敵を追尾するような、優れた兵器がありますから、もうこの拠点からバンバン打ち上げていこうかなと。ヘリに乗せてもいいね。3、4。ヘリタル、ヘリタルね、ヘリタル。ヘリタル行きます。結構ね、衝撃的な映像になるんですけど。乗りました。
上がるわけでしょ。で、拠点真上くらいにいようかな。あ、結構撃たれてますね。だからこうやってヘリからね攻撃していくと、これはもうね敵はタジタジです。タリバンでもタジタジですよ、これだったら。こう戦略的兵器ねこう、ここの角度絶対抜いてくるスナイパーと、もうひたすらこう打ち上げてくるモルタルと、こうね素晴らしいものを生み出しました。この辺が四角なんで、あ、これ明かりか。さっき拾ったけどね。ここに回復置けば安全じゃない？こう上も回復できるしね。あ、こうやって火力増やして敵を倒すしかないから。あそこもう乱れ打ちして、ね。潰すしかないかなと。さ、正面の正面。君はもういらないから。あ、いや、まあ、上にいる分にはいいか。さあ、ここね、こうやってサンドバッグ、まあ、拠点用の場所はね、置けるんで、置きますが、このさ、誰かのね、入れ歯の上に置けない？入れ歯の上無理か。何にしよっかな、ここじゃあね。ちなみにここね、今作りましたけど、これ、ユニット入れられます。何入れよっかな。マシンガンとかは。命令して入れるよと。入らないですね。入った入った入った。で、まあ回復ね。こいつはもう相互に回復し合うイメージで置きまして、強化まだできるよと。これどうだろうな。まあそこら辺撃つイメージか。ってことはここにスナイパーなわけですよ。いやいやいや落とすくらい、いったら落とすくらい。間違えましたね。B で戻して。じゃあちょっとフォトモード使ってみようか。ここであるわけですよ。プレイでね。プレイかな？これ進められるんですけど。こうすればね、まあまあ、マップのようにこう見やすくできると。こんな感じで撃ってるよと。まあちょっと一回ね、こう作った拠点を、まあ、見て回ってみようかなと、このモードでね。あ、待って待って待って。ゾンビに感染してる。ファントム的な？なんか敵の遠距離攻撃でなってんのかな。やばくない？ここ。やばいやばいやばい、めっちゃ感染してる。死にそうだけど、まあいいや。ここね、先ほど作りました。ヘリゾーン。まあ目先の攻撃拠点はそこですね。で、下、ここ一応ね、作りました。こう、正面用ですけど、まあ、あまり正面は向いて打ってないかな。で、こちらも、まあ、おとなしいもんですね。そんなにいなく。こうね、城を使ってる感じか。後ろの一個は壊されたんですね。なかなか謎な展開ですけども。で、ここに、ユニットがいるよと。私、攻撃されてるのかな？なんか、画面がね、おかしいですけど。ああ。死にそうですね、これね。あ、回復で死なないんだ。案外いけるんじゃねこれ。あ、死んだわ。めっちゃ攻撃してる。すさまじい攻撃しますね。バスターコールのように。さあ、起き上がりまして。あと3ウェーブか。
ね、一応このウェーブをこなすとクリアして得点をもらいたいですよね。レベル上がったりするんですけど。まあ、ちょっと今回ここまでにしようかな。まあ、このね、まあ、シームワークショップというね、まあ、モッドです、いわゆる。で、こうマップ追加して遊べたりしてね、最初は多分2、3個しかマップなかったりするんですけど、ま、いろいろね、追加できて、まあ、作れるんでね、好きに作って、こう、まあ、確かね、マップを、元々あるマップを改造的なこともできたと思うんで、で、まあ、今後ね、いろいろマップ増えていくんだろうと。まあ、マルチプレイとかもできたりするし、まあ、他のモードもあったりするんでね、なかなか楽しめるゲームじゃないかなと思いますね。さあ今回はチームにね、アタックオントイズがついに登場したんでね、2、3年経ったんでしょうか。まあ大きな進化をして登場しました。一応早期アクセスで登場してるんで、まだまだこれからね、コンテンツは増えていくらしいと